DFM 食のある今日です。ということでね、今回はリスナーの部屋を見ていこうということで、僕のね、部屋紹介動画、まあ2024年の最初の方に出したかな。まあそこからほぼ変わってないんですけど、今回はね、動画を見てる人の、部屋をね、今回はみんなと一緒に見ていきたいなと思います。ということで、ね、早速見ていきましょう。レッツゴー。はい、ということでね、ちょっと見ていきたいなと思いますって感じで、これかっこよくね、このマイクがいいし、このキーボードがね、やってかな、俺このストリームデック欲しいんだよね、これ。まあ、これね、結構便利で、こう押すとね、なんかいろいろできたりするんですけど、かっこいいね。なんか全体的になんか黒い感じ。かっこいい、めっちゃ。次、見て、これ多分、ゼータディビジョンのこれ、コラボ PC かなに、ザゴーさんのサイン書いてあるんだけど、これなんかのプレゼント企画なのかな、わかんないけど。モニターの下にね、ルナペポとナイトルくんのキーホルダーが置いてあるね。俺の DFM の俺のやつもここに入れといてください。次、え？こんなデスクトップ画像あったの？俺知らないんだけど。こんなデスクトップ画像あんの。これ何これ？九州のやつかな？九州のなんかコラボかなんかのやつのイラストなんだけど、多分どっかで配布されてたんかな。で、全体的に白なんかな？白目で集めてるね。いいな。これスピーカーかな？これ。いいな。スピーカーとかさ、俺持ってないから。まあいいな。なんか、アルペドさんいない？ここちっちゃく。見えるこれ。あ、なんかアップある。なんか粘土かなんかで作ったんかな？うまいね。すごっ！え？これ最近の、一番最近のオフイベの、ポスターなんかな、こんなんあったんだ。なんかオフイベのこのポスターに、これクララさんのグッズだよね。これクララキャットって、クララさんのグッズにデトネーションフォーカスミーのこのクッション。え、このクッションってさ、確か抽選で100分の1ぐらいのやつじゃないっけ。これ違うっけ。多分そうだよね。抽選の100分の1ぐらいで当てないといけないやつじゃないっけ。えぐくね。当てたんだ。うお、すごっ。一番最近のさ、このオフイベのストラップに、ハルチョコ、ネフハムッピのキーホルダーに、コガネさん2枚のレイニーハムッピバッジ。しかもこれ全部買ってね、なんかこの、最近これ、つい最近出たやつかな、このピクセルアートっていうの、RPG の多分やつなんだけど、全種類のバッジ買ってるね。すごい。で、ここは、多分シンクさんとメイシーさんかな、これ、2個ずつあるかな。リグナイトメンバーのアクスタと、ちっちゃーくクララさんがいる、ここに。ちっちゃーくね。俺このさ、スマホカバー持ってるんですけど、ほら、俺使ってんだけどさ、見てここ。あの、かけました、ここの、ここの上側。もうかけてね、もう使えなくなってるから、もうちょっと新しいのに変える予定です。ああ、この人もパッドだね。ウポチャム以外いる、ウポチャム。しかもここの上に、なんかみんなさ、すごいね、なんかさ、DFM のこのイベントのポスターとかグッズをね、ちゃんと飾ってくれてんの嬉しいね。なんかこういうの見ると嬉しいわ。これ多分俺だよね。でもここのバッジね、俺だと思うんだよ。ここのハムッピさんのここにいるこのバッジ多分俺だと思うんだよね。わかんないけど。で、ウポチャムイがいて、チーカは？俺の後ろにもチーカいんだよね、ここ。ちょっと若干見えないか。ここにね、ちょっとずれます。ほら、ここ。ここに、チーカワがいる。ここチーカワゾーンなんだけど。これ。ここが。ここがチーカワゾーンなんですけど、チーカワ俺もここに飾ってます。次、え、なんかすごくない？なにこれ、モニター、え、どうなってんのこれ。モニターがまず3枚あって、 PC2 個ある。これもしくは 2PC じゃない？なにこれ、ここに PC あって、ここにも PC、 これ PC でしょ、この下の PC なのかな。これすごすぎ。なにこれ、こんなやばくない？もう理想じゃない？どう？みんな。ゲーマーの人はこれ理想じゃない？これ。俺の部屋が質素に思えてきたんだけど、こういうの見てると。次は、この人も 2PC っぽいよね。こっちにメインパソコンかな？こっちがメインパソコンで、こっちでフォートナイト。パソコンじゃないの？これ PS5 だね、こっち。PS5 でやってて、こっちはノートパソコンで、別の作業をするときに多分こっちのノートパソコン使って、フォートナイトするときはこっちでやってんのかな、多分。すごっ。てか、部屋がいいな。なんかさ、こういうのいいよな。やっぱ俺一人暮らししたい。マジ最近ずっと思ってんだけど。でも、絶対に俺はこんな綺麗にできないから、絶対にできない。おしゃれすぎない？なんかこっちのさ、もうこれ、もうゲーム関係ないけどさ、
こうまずこの漫画がさあるのめっちゃいいじゃん、なんかめっちゃ揃ってて、でここもなんかさいい感じのおしゃれでさ、こういろんななんか緑があって、多分これ匂いのやつでしょ、でなんかこういうなんかマトリョーシカみたいのもあってみたいな、めっちゃいいやん。でこっち行くとなんかバーカウンターみたいなんでさ、なんかこうワイングラスだよね、でもこれなんかグラスがめっちゃあって、もうなんかお酒の瓶でしょ多分これ。うわ何これ、俺の視聴者の人ってこんなんなの。白いいね。これパソコンも白だね。パソコンも白だし、キーボード白、ヘッドセットも白、マウスも白、机も白、マイクアームも白、マイクも白。もう全部白。メガネがちょっと赤い。ここにまたあれだね。シンクさんとメイシーさんのアクリルスタンドあるけど。早く俺追加しとけ。うん。高校生寮生活だって、すごくない？でもこの環境を整えられるの。寮だよ、寮。寮でさ、モニターあって、キーボードとマウスで、マウスパッドでしょ。もう必要最低限は揃ってるよね。マイクアームもあってさ、ちゃんとマイクもあって。まぁ、ちょっとね、確かに狭いっちゃ狭いね。やっぱり狭いっちゃ狭いけど、でもこれがあればできるからね、ゲーム。すごいわ、寮生活でこれを揃えられんの。次、シンプルイズザベスト。もうこれでいいんだよね。パッドの人はマジこれでいい。キーマウでやるってなったら、やっぱりね、このマウスのこの動かす範囲があるから、マウスのね、周りこんなに物置いてたあれだけど、パッドの人はね、ゲームで使わないで、普通に、ちょっとした操作で使うだけだから、こんなもんでいいんだよね、マウスの領域。だから、パッドの人ほどね、デスク周り問題はね、楽だと思う。でも、パッド壊れやすいからね、パッドめっちゃ買い替えるってめっちゃ聞くから、パッド勢の人。無限に買い替えてるイメージあるけど。え？ハンド、ハンドルあるけど。ハンドルあるけど、ハンドル。どういうこと？何で使うの？これ、レースのゲームとかあるのかよ。レースのゲームとかで使うのかね、このハンドルって。すごくね。車にあるもんが全部あるやん。え、なんか、楽しそうな、俺この人の家行きたい。この人の家行きたいんだけど、めっちゃ楽しそうじゃない？なんか。俺もこの、あれでレースゲームみたいなやってみたいんだけど。ゲーセンでよくあるやん。レースゲームのさ、こういうハンドル切ってさ、やるやつ。まあ、やったことあるけど、めっちゃ昔にね、小学生ぐらいの頃かな。だからそれが家でできるってことだよね、ほぼ。すげえ！これは何なんだろう、こっちの。俺、こっちのやつ知らないんだけど、これスピーカーとか ?VR みたいなやつなんかな？これ、車をこの操縦するときの。すごくない？なんか、ごめんなさい、本当に。いつもこんな、なんか。ねえ、こんなんでゲーム実況してて。だって俺もう左前になんかもうピンクの養生テープなんてあるからね。片付けなさすぎて。こんな綺麗にできる？下の配線とかもさ、配線がすごいわ。俺もうマジぐっちゃぐちゃすぎて、もう何が何だかわかんないんだけどさ、配線もしっかりこんな整えられてすごいわ、マジで。かっけえ。かっけえ、マジで。これマジ男心くすぐられんだよね、こういう左前のやつとかさ。ハンドルがかっこよすぎる。車の中でやってるんですかみたいな感じだよね。でもさ、こっからこうさ、ウェブカメ映すと、ここにこうハンドルがこう映るわけやん。ここに。だからなんか車の中でなんかゲーム実況してるんですかみたいな感じだよね、多分。はい、じゃあ今日はやっていきまーす。とか言って。えぇ、これ、すごくない？なんかさ、もうさ、すごすぎて拾いが疑うレベルだよね。すごいわ。縦画面で、トリプル、ダブルモニターで、こっちノートパソコンかな？ノートパソコンとかで、まあ配信とかするとき便利。で、この人のパッドの人はね、パッドの人はやっぱりこのマウスの範囲が狭いね、やっぱり毎回ね。で、マイクとマイクアームとヘッドセットがあって、縦型モニターいいよね。俺、したことないけど。なんかかっこいいよね。どんな利点があるんだろう？縦型モニターってわかんないんだけど。かっこいい。うん。かっこいいな、なんかこう見た目がさ、なんかもう綺麗じゃん、なんか全部が。なんか俺って、まず、ペットボトルが床に落ちてるのと、床、ペットボトルが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。多分ね、部屋に18本ぐらいあるね、ペットボトル。これすごっ！なんかさ、これ、音楽作ってない？これ多分だけど。なんかさ、もうすごくない？だってさ、もう、ここにモニターがある、ここに。ここに7、ここにモニターがあってさ、1枚。ここにモニターがある、もう一件。こう見るやつある、こう。こうさ、あ、でもいいね。だってさ、ここにモニターがあったら、こうやってもう映画見れるよね。
いや多分そういうさ、そういう使い方じゃないんだけど、すごいわ、この下と上にあって作業がしやすいんだよね。だからすごっ。でこれ右の方にもモニターが、トリプルモニターかな。じゃあなんか右下になんか地震なんかな、これ地震のさタブレットっていうの、タブレットあるよ、なんかこれなんか地震映してない、これ最近地震多いからね、マジ気をつけてねみんな。これ俺この人知ってるよ、 VTuber の人、あのサメの人ね、可愛いよね。でちゃんとこの吸音材ね、ここのわかる、ここの吸音材、いやすごいわこの吸音材、いいね。俺マジ一時期ねマジ貼ろうかなと思ったんだけど、一瞬で邪魔でやめたけど、なんかこんだけ一面に貼れるんだったら吸音材意味があるような。わあなんかいいな、こういう防音室みたいな俺も作ってみたいな、かっこいいなマジで。えなんかさみんなすごくない、何これ、モニター1、2枚のノートパソコンね、ノートパソコン置く用の台みたいなのもちゃんと買ってあってさ、えみんなこんないい環境で PC ゲームやってんの。俺も結構割とまあ PC の性能がいいからってか、なんだろう、別に必要最低限のやつ全部のあるのよ俺の PC 周りにもね。その一個奥を言ってるのだって、まずさこのエロくない、この色がエロいもん、この LED の色が。でモニターも2枚あって、でさらにノートパソコンもここの辺に置いてあるんだよね。もう俺さもう置くスペースがないから置けないんだけど、Mac じゃない？ Apple だからこっち Mac だよね。 3PC、 3PC ってこと？だってこれ Windows じゃん、これ真ん中多分そうだよね。真ん中 Windows、 右 Mac、 左ノート PC、 え？これ 3PC、 2PC はよくあるけど 3PC マジか。うわなんかすごいマジで、え？あのさ俺もうパパパって見て終わろうかなと思ってたんだけど、やばい、みんなのあのあれがやばくて、うわこのさ、わざわざ飲み物をコップに注いで飲む人ね。多分この人いい人。うん。この人いい人です。水をわざわざコップに注いで飲む人はマジいい人。これ、ありますよ。うん。俺はペットボトルで絶対飲む。めんどくさい。はい、次なんですけど、見てこれ！こっちは多分ゲームイズのユニフォームなんだよね、こっちの右は。これ左はなん、左もゲームイズのユニフォームだな。多分ゲームイズのユニフォーム2着持ってるね。これしかもさ見て、俺のサインが入ってるここ、しかも見てるこの右下、俺しかいない、ブラボーブラボーです。でゲームイズのグッズに匂いが良くなるやつね、これ完璧です。皆さんこれを真似してください。これが今の最先端のゲーミングデスク周りです。はい、これを皆さん真似しましょう。次はモニター1枚にこれ吸音材貼ってあるの、マジでさ、え、みんなゲーム実況やってんのこれ。なんか俺よりさそのゲーム配信者っていう感じのデスク周りしてんだけどさ、なんかみんなゲーム実況やってんのかなこれ。しかも見て G502X だよ多分これ。おいブユリル、まだいるぞお前の後継者が、 G502 の民がいるぞ。うわ、ブルーハマハマあんだけど、俺もここにいます。はい、ブルーハマハマ、これ視聴者さんからもらったやつね。なんか V さんのイメージしかないんだけどねこれ。まあ最後かなこれで。なんかすごいね本当に、まず部屋が広い。うん、そっからキーボードなんか2個あるし、パッドもある、モニター2個ある、マイクちゃんとなんかギンギラギンに光ってる。でキーボード、マウス、マウスパッド、ここにもマウスなんか余ってるし、ね、G プロ。え、なんか俺のゲーム環境ってしょぼいんかなって思うレベルでみんながすごいんだけど、これ俺の視聴者さんってこんなすごい環境でやってんの、やばくない？わかんない、中ね広いが見そうだけど、まあ広いがだった場合はまあ俺は知りません。俺はもうみんなのことを信じてこの動画で紹介します。はい、ということでね、次はなんかリビングゲーマーらしい。なんかこれ映して大丈夫なんかわかんないけど、まあここで一応モザイクかけとくか。ここねモザイクかけとくけど、ここガラスめっちゃ一面張り、もうなんかもう明らか高そうな家なんだけどさ。でそのここでプレイしてると。実はね俺もともとリビングゲーマーで、ソロアジア1位取った時、もう3、4年前とかの話なんだけど、リビングゲーマーだったんだよね実は俺も。だからなんかね親近感湧くわ。なんかね後ろに親がいる状態、もうみんな家族が後ろにいる状態で
頑張ってって頑張ってたんだよね。だからなんか謎の親近感湧く。次はなんかもうすごくない？トリプルモニターの右側にこれノート PC と繋いでんのかわかんないけど、なんかモニターとノート PC もあって、ここにもストリームデック置いてあるしさ、なんかさ雰囲気いい人の家、このライトのなんか時間みたいな毎回ない？これなんかオシャンティーな人毎回これあるような気がする。ってかさ、この顔のこの照明欲しいんだよね俺。ないけど、ないんだけどさ、この顔の照明が。俺こういう顔の照明欲しいな。これなんか、これどこで買いましたかどこで買いましたかとか言ってね、もうかっこよすぎだろ。だからこういうまとまってんのもいいよな。なんかこういう光がこう、なうわ、かっこよ。なんか男心がくすぐられる。あれしてるわ、ゲーム部屋してる。で次はこれはすごいな。やばくない？なんかこの人もトリプルモニターでスイッチ置いてあるし、マイクあって、こっち綺麗すぎじゃね？何これ、もうわけわかんない。ここのさ、ここにちゃんと多分パッドの人なんかな、わかんない。じゃあもうちゃんとさ、そのキーボードマウスも揃ってるのに、パッドがなんか3個ぐらいない？ここに、ここにもない。パッドなんか4つぐらい。いや、パッドもキーマウも集めてんのかな。こう上にもあるパッド、すごい。なんかキーマウの環境も揃いつつ、パッドもすんげーあるみたいな。お金持ちだこれは。レベル高すぎだろ本当に。何これ。次これですね。いや、なんやねんこれ。はい、ということでね、今回は視聴者のね、みんなの、デスク周りをね見ていったということで、みんなレベル高すぎマジで。なんかもう俺のデスク周りがなんかもうゴミみたいな、なんか申し訳なくなってきました本当に。本当に俺はなんか必要最低限のやつをバーって集めた感じだけど、もうすんごい LED とかさ、これバーってつけてめっちゃなんかゲーミング部屋っぽくしたり、一色白だけで揃えてめっちゃ綺麗にしたりとか、まあいろんなねタイプのデスクがあったと思うんですけど、まあこれからねなんかデスク周り変えたいとか、PC 買いますとかいうね人がいたら、少しでも参考に してみてはどうでしょうかということで、本当はねもっとX の方で募集した時に100件以上のものね、デスク周りの写真が送られてきたんですけど、ちょっとね時間的に全部紹介できなくて、写ってない方 いっぱいいると思うんですけど、本当に申し訳ないです。 X の方のリプはね、X の方のツイッター残しておくので、他にもねデスク周り気になるって見たいっていう方いたらね、よかったら僕の X の方に飛んで、よかったら見てみてくださいということで、この動画がよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。